ルチャリブレ、ルチャリブレ、ルチャリーブルはスペイン語でプロレスのことである。特にメキシカンスタイルのプロレスのことをルチャリブレと呼んでいる。このページではメキシカンスタイルのプロレスについて記述する。ルチャリブレはメキシコで非常に高い人気を得ている。大衆芸能、格闘技で兼業も含めれば数千人の競技人口を誇り、メキシコを中心に。 中南米で盛んに工業が開催されている。ルチャリブリでは選手のことを男性はルチャドール、女性はルチャドーラと呼んでいるメキシコの公用語であるスペイン語には男性名詞と女性名詞の区別があるため、さらに彼らはプロレス同様にベビーフェイスのテクニコ、テクニカ、ヒールのルード、ルーダに分かれて激しい戦いを繰り広げる。 一部のトップスターは、エストレージャ、スペルエストレージャ、スター、または、スーパースターと呼ばれる。マスクマンが多いのも、特徴でアステカなどの文化的な影響から、新生死されており、マスクマンは、人前では、決してマスクを脱がない。その究極とも言えるのが、エルサントで、死後もマスクを脱がずにそのまま葬儀が行われた。日本でもザグレートサスケが、 岩手県議会議員になった際にマスクをつけたまま会議に出席するとして物議を醸した。女子プロレス団体は存在せず、ルチャドーラは男子の工業において前座あるいはミックスとマッチ、男女混合戦として戦うことが多い、過去に CMLL 女子部の休止期間中に LLF と呼ばれる女子団が存在。他の国のプロレスと 違い2世や3世が多いことで知られる。そのため、リングネームには、のこの意味を持つ、エルイホ、デル、イホ、デル、ジュニアを用いる選手も多い。また、兄弟で、プロレスラーになる者も,も多い。日本では、ミルマスカラスの影響もあって、空中殺法のイメージが C が実際は投げ技、巻投げやティヘラと呼ばれる、ヘッドシザーズホイップなどや、ジャベ、ハギノイと呼ばれる、 関節技やスレッチ技も多用される。ロープワークをはじめとする、動き、ムーブを駆使するのもルチャリブレの特徴で突進してくる。相手をジャンプして飛び越えたり、相手の股の間をくぐり抜けるなどの警戒で機敏な動きを見せる。原因や理由は不明であるが、世界の一般のプロレスとは鏡写しの動きをとる。具体的には通常ヘッドロックは左脇に抱えるのが、 一般的なルールであるがルチャリブレにおいては必ず右脇に抱える。ルチャドールが海外で試合をするとき、逆に海外の選手がルチャリブレの試合に出るときは、それぞれに合わせる。日本の小柄な選手や女子選手はメキシコにルチャリブレ留学に行くことが多く、新日本プロレスのジュニアヘビー級において、メキシコの帰りのタイガーマスク、初代や藤野三達二が、 ルチャリブレ技術を披露し人気を集めた。1990年2月にはルチャリブレ団体としてユニバーサルプロレスリングを設立したが工業的には成功しなかった。しかしザグレーとサスケが設立した道のくプロレスがハイスパートルチャ呼ばれる空中殺法を多用したスタイルを確立して東北地方にターゲットを絞って工業を集中させ東北地方に ルチャリブレを根付かせることに成功。2000年代には、東流門が、東流門2000プロジェクトで、古典的なジャベを使用するスタイルを、ルチャリブレクラシカとして全面に押し出して成功して、後に、東流門の出身者によるプロレス団体として、ダゴンエイトドレアガンドア、プロレスリングエルドーラド、プロレスリングシークレットベースが設立された。他にもプロレスリング過激、大阪プロレスなど、 ユニバーサルプロレスリングの流れを、旧プロレス団体がいくつも設立されて、女子選手でもチャパリータアサリを筆頭にルチャリブレのムーブを取り入れる選手は多く、日本のプロレス工業におけるファイトスタイルの一形態として定着士官がある。これらの日本式ルチャリブレを、特に、ハポネスルチャと呼んで区別する場合がある。2002年には、日本式ルチャリブレに影響を受けた力という、 プロレス団体がアメリカの地に産声上げ、フィラデルフィアを舞台に高い人気を博すようになった。2018年7月、メキシコ市の無形文化遺産に指定された。日本とアメリカのプロレスと基本的には大きく変わらないがメキシコでは3本勝負で行われることが多い。タックマッチでは6人タックや8人タックが多く行われてメキシコの独自ルールも多い。 例えば選手が場外に出た時点でタッチを行わずとも控えの選手が出ることが許されるイルミネーションマッチのように二人ともがホールされるまで終わらない試合前に決められたキャプテンが敗退するまで試合が続行されるなどである事前発表されたルールがいつの間にか変わっていることもあり厳密な運用とは言えないシングルマッチは特にマノはマノと呼ばれて 後日のイコン生産マッチやタイトルマッチを除いては通常あまり行われない。また、日本でも時折行われる試合形式として覆面、マスカラや紙、壁ジェラなどをかけて行うコントラマッチがある。かけるものによって、マスカラコントラマスカラ、マスカラコントラ壁ジェラ、壁ジェラコントラ壁ジェラなどの故障となる。この試合形式は選手同士の因縁の生産として行われて敗者は、 覆面もしくは髪を失うことになる。この試合に敗れれば、覆面を剥がれると同時に、選手の本名と出身地も発表されて、マスクマンの生命は完全に絶たれることになる。また髪を失い丸坊主になることは、メキシコ人にとって非常に恥辱なことである。その格付けは、タイトルマッチ以上であり、ビッグマッチのメインイベントを飾ることがほとんどである。CMLL では、 試合に敗れて、マスクを奪われた選手がそのままのキャラクターを辞しながら、再びマスクを被ることはまず認められず、素顔のまま試合することが義務付けられている。コミッションの支配下にないプロレース団体では、必ずしもそうとは限らないが、暗黙の了解として、お胸守られている。この試合形式はそれだけ重要な意味を持つのである。他国の一般的なボクシング用のリングと同様の、 ものが使用されている。スプリングなどを用いることによる衝撃吸収加工は施されていない。アレナメヒコなど常設会場以外の地方のリングのコンディションはさらに悪くてリングに穴が開きそうなものが使われていることも珍しくないという。ロープはワイヤーロープではなく何の変哲もない普通のロープが使われているとされている。硬いリングは ボディスラムを一発でも受ければ相当なダメージを受けるため衝撃吸収を目的とした手向け身は基礎中の基礎である。また、マルティネーテ、パイルドライバーや DDT のような頭から落とす技は危険な技として使用禁止となっている。トリプル a は世界に先駆けて六角形リング、ヘキサゴンリングを導入。このリングは観客席からでも見やすく、 構造上ダイナミックなロープワークが期待できて、ノンストップアクションが、ウリノ3ウェイ式、3人、または3チームによる試合にも適している。日本では、登竜門2000プロジェクトが、AAA より小型のヘキサゴンリングを採用して、アメリカでは、ティネなどが類似のリングを採用している。メキシコシティでは、アレナメヒコが聖地として存在して、収容人数は1万8000人前後で、 定期的に試合が行われる。ただし年間を通して試合会場となっているわけではなく、サーカスなどの会場として貸し出されることもある。他にアレナ、コリセオとアレナナウカルパンが有名。闘牛場のエルトレオもトリプル a のビッグマッチ向けに使用される。ルチャリブレは日本とアメリカより比べて小柄な選手が多いため、体重別階級モタの格闘技並みに細分化されている。 階級は以下の通りであるが、プロレス団体によって採用される階級数が異なる。また、日本とアメリカより厳格なものとなっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。